中日本高速道路名古屋支社は、中日本高速道路の支社の一つ、旧日本道路高段中物社の流れを組んでいる。中日本高速道路発足時は、中部地区支配人の組織名称であったが、2007年4月1日付で名古屋支社になった。ネクスコ管轄の高速道路、有料道路のうち、主に東海地方と滋賀県東部、長野県南部の路線を管轄している。 高速道路管理事務所は工述する建設事業を担当している工事事務所と保全、サービス事業を担当している保全、サービスセンターの双方の事業を担当している保全、サービスセンターは保全、サービス事業を担当しているかつて、中日本高速道路は保全、サービスセンターを管理事務所と呼んでいた二千八年までは清見工事事務所、二千十三年までは 松坂工事事務所、2014年までは、鶴河工事事務所が存在していたが、いずれも、当該区間の開通に伴い閉鎖された。管轄区間の変遷 JH、AH、時代は、名神高速関ヶ原インターチェンジマイナス8、日市 IC 館と北陸道前原 JCT、木の本インターチェンジ館は、現在のネクスコ西日本関西支社にあたる JH、AH、関西支社が管轄していたが、 j 一末期に中部支社に移管された。また、j 一時代には、油坂峠道路も管轄していたが、2005年10月の民営化とともに国土交通省に移管され、同時に無料開放された。さらに、かつては、東名高速三日日ビンターチェンジとヨカは、インターチェンジ間も管轄していたが、2012年4月14日の新東名高速道路の開通を機に、 東京支社へ移管された。組織名称を変更します。中部地区支配人から名古屋支社へ。ありがとうございます。